変な夢。その少女は穏やかな笑みを浮かべて、両親に見守られながら病室で眠っていた。かわいそうじゃないよ。パパとママが泣いている。大好きなパパとママ悲しませてごめんね。安らかな寝息を立てる少女の階下では、血だらけの男たちが運び込まれていた。どんな手を使っても邪魔な奴らは排除する。それが私のやり方だ。男に左右されない人生が欲しかった。自分の力で。